ユリダーの煽り走りでオンサイドになり、実践 WWW ユーロ2024のグループステージ、ドイツ VS スイス戦。ドイツの失点シーンが話題に。煽りランニングのせいでオフライド取れなかったのくさ。煽るつもりが煽られてるのくさ。ユリダー、お得意の太もも上げでオンサイドごちそうさまです。ユリダーじゃなくて、フンネルスだったらエンドイエはオフサイドだっただろう。もはやオンサイドトラップやんけ。リアルとドイツ代表のユリダーは別物。ドイツ代表のユリダーは、ただの貴公子だよ。走ってるんじゃなくて、クロスをクリアしようとしてる可能性もある。しかもまたノエアがニア上、打ち抜かれてるのポイント高い。このポーズだけですぐ、ユリダーってわかるのくさ。スイス代表のジャガーポーズ最高すぎた。しかも本人は太もも負傷して、決勝トーナメント1回戦出れるか、微妙っていうね。どの大舞台でもエンタメを忘れない男。時代が進化したおかげでできるハイテクなお笑い。相手も上手かったし、ユリダーはクロスを防ごうとして足を出しただけ。ルカクに負けじとしっかり爪痕残そうとしてるのはロタ。彼はアンチェロッティの元でしか真面目にプレイできないようだ。なんでフンメルスを呼ばなかったのか謎。ユリダー VS ルカクが見たい。